こんにちは。ナビゲーターの根岸雄介です。さあ、私たちの住む横浜には本当に数多くの商店街がありますよね。そして、どの商店街にも名物と謳われるグルメな一品があります。 さあそんな商店街グルメの頂点を決める戦いが毎年行われているのをご存知でしょうかその名もガチでうまい横浜の商店街ほにゃららナンバーワン決定戦通称ガチシリーズです商店街の美味しいものナンバーワンを決めるガチシリーズ370万人を擁する大都市横浜の商店街ナンバーワンを争うビッグタイトルです真剣勝負を意味するガチという言葉の通り お客様の投票のみによって順位が決まるリアルグルグメファイトなんです第1回のコロッケからスタートして甘いもの、丼物、カレー、汁物の麺、揚げ物、チョコ、チャーハンときて今年のテーマはガチハンバーグそして先月、はやる金賞が発表されたんです。ビッグタイトルを手にするのは果たして さあ商店街グルメを巡る熱い戦い今開始のゴングが鳴り響きます9回にわたって熱いバトルが繰り広げられてきたこのガチシリーズその仕掛け人を直撃さらに歴代の金賞受賞店を徹底追跡横浜ナンバーワンのビッグタイトルを手にしたお店のその後はそして 今年の商店街ハンンババーーグナ、no. ワ栄えある金賞を受賞したのはどの商店街のどのお店だったのかおいしいもの大好きな浜っ子の皆さん今回の浜波も必見ですアジア各国の諸都市代表や企業国際機関が一堂に会する アジアスマートシティ会議が開催されました。会合には、フィリピンやベトナムなどからおよそ40の都市が参加。持続可能な都市づくりを目指して、活発な議論が交わされました。また、8回目となる今年は、アセアン、G20 という2つの国際会議と連携し、アジアスマートシティウィークとして初めて一体的に行われ、 より幅広い分野で都市や企業が出会う場となりました浜ナビ今回は横浜商店街グルメの頂上決戦ガチシリーーズをナビゲート。私冒頭からガ「ガチシリーズガチシリーズ」とまくし立てていますが実際にはまだガチシリーズをご存じないという方も少なくないと思います。 そもそもガチシリーズとは何なのか仕掛け人の方を直撃したいと思います。ということで根岸アナがやってきたのはガチシリーズを主催する横浜市商店街総連合会会シリーズの立ち上げにに関わった石川会長にお話を伺いますこのガチシリーズ開催のきっかけっていうのはどんなものだったんですか、はい えまあ横浜市内には約1万店の商店がございましてその中にはやはり地域に埋もれた美味しいおいいいし店がいっぱいあるんですでそういうお店を発掘してその商店街にお客さんに足を運んで横浜にはこういうおいしいものがあるこういう楽しい街があるということを知ってもらうということで考えました。 受賞されたお店のそののそそ後といううはどんんなふうになにってるんでしょうかそうですねやはり受賞されたお店が商店街にあるとその商店街にわざわざ目指して買いに行っていただくお客さんが増えたりそれからその町にお客さんが多くブラッと来ていただくのきっかけになったりするので非常に商業振興といいますかお客様がその町に足を運んでいただくきっかけにはなっていると思います。 商店街活性化への熱い思いで誕生したガチシリーズここで過去に横浜ナンバーワンのタイトルを獲得したお店をご紹介しましょうまずは2016年に行われた揚げ物バトルガチ揚げで金賞を獲得したお店特に黒い方は、えー、たまりじょうゆうというか、えー、なかなかちょっとよそでは味わえない味みたいで2016年に行われた揚げ物バトル ガチ上げで50を超えるエントリーの中から見事金賞を獲得したのは、鳥心の白黒唐揚げコンビです。やってきたのは横浜市営地下鉄上長谷駅から一直線に伸びるバス通り沿いに100店舗以上が並ぶ丸山台市長坂商店街。ハロウィンイベントや歩行者天国など様々なイベントを積極的に開催している元気な商店街です。 金賞を獲得したのは上長屋駅から徒歩1分、鳥心横浜の商店街ナンバーワンに輝いた揚げ物のお味はお待たせしました、せししま白黒から揚げコンビですおーほほほかわいらしいですね、私の想像していたから揚げとはまた違う、まさに白黒コンビででね、形が、から揚げってちょっとこういびつな形のイメージがあるんですが、こちら、まん丸です。 たまり醤油に鶏肉を漬け込みさらにたまり醤油をかけることで濃厚で甘みもうまみもたっぷりとした黒しらすの風味と和風だしが鶏の味わいと見事にマッチした白この最強白黒コンビにリピーター続出の一品ですそれではいただきますうん サクサク本当にジューシーで。で、これたまり醤油の旨味と甘みがすごく効いてますね。ガチでうまいです。これ。で、こちらいただきます。これも外がカリッカリで。衣に歯を入れると、本当にジューシーな味わいが口に広がって。結構、本当に出汁が効いていて。上品な唐揚げですね。 応募ののきっっっかかけってどんんなものだったんですガチ上げのタイミングで、はい、あちょっとこれなら出てみたいなっていう気持ちとそれと同じタイミングであの商店会の会長のがあの声かけてくださったんでんじゃちょっとチャレンジしてみようかなと思って出てみましたで見事に金賞に輝いたわけですけれども <laughs> 受賞の一番の決め手どの辺りだったんでしょうか まあその見た目のちょっと目新しさとあとシラス乗せてるのが、えー、ちょっと横浜というかまあ神奈川の名産なんですけども、はい、ちょっと地産地消意識して、えー、あのシラスっていうところがポイントですね。受賞後、はい、売れ行きはいかがだったんでしょうか。<laughs> そうですねおかげさまでだいぶ変わりましたね。<ー>うんいろんなジャンル百貨店とか、えー、そっちの方にもチャレンジすることもできたので。 来てくださるお客様は必ず白黒唐揚げ頼んでくれてますしす、ね、じゃあ本当に受賞がお店としても飛躍のきっかけになったんですねそうですねかなり大きいきっかけでしたねガチシリーズの目的はあくまで商店街の振興商店街から横浜ナンバーワンのお店が出たことを丸山台いちょう坂商店街の本間会長は マリアマダイ一丁坂商店街としてはですね、うん、本当にあの勲章をもらってですね、えー、皆さんに知っていただいた効果もありますし、もう本当にあの勢いついたきっかけですね。じゃあ効果終わりですね。もう感謝感激あの輝さんあっての <laughs> あのマリアマダイ商店街って感じですね。2016年の横浜ナンバーワン白黒唐揚げコンビ頂点を極めた味をぜひご堪能ください。 続いて浜ナなびが注目した受賞点は2012年に行われたスイーツバトル「ガチ山で金賞に輝いたお店受賞後、まあ、23か月ですかねなんかあの毎日あれ手作りなので、えー、作ってるんですけども、えーまあ、お昼過ぎには売り切れてしまうということでなんか幻の豆大福というふうなちょっと話があったり。 というわけで2012年に行われたスイーツバトルガチ山で80を超えるエントリーの中から見事金賞を獲得したのは司横浜ベニアの豆大福です。やってきたのは京急富岡駅東口が最寄りの富岡昭和会。近隣の並木団地の住人が利用するなど昭和38年の発足以来加盟店は増えています。 また年末には富岡中央商店会と組んでスタンプラリーを実施好評を得ています金賞を獲得したのは富岡駅東口から徒歩1分創業70年を超える老舗御司横浜ベニアこの後横浜の商店街ナンバーワンに輝いた豆大福が登場こちらが。 勝山金賞の豆大福ですね。あ、そうです。はい。見た目はこう、オーソドックスと言いますか。王道という感じの見た目ですよね。そうですね。はい。まあ、昔長野の豆大福そのものなんです、ね。えー、えー。見た目はね、見た目は。味はね、ええー。味はね、もう金賞ですから。うん、創業から変わらない味の決め手は。砂糖と塩を絶妙のバランスで練り上げる小豆のこしあんと。米から蒸して突き上げる餅。 そして味と食感にアクセントを加えているのが北海道産の赤えんどう豆そのお味のほどはいただいてよろしいですか、はい、ここいただきますいただきますうん贅沢にあんこがぎっしり入って <laughs> あっこれ甘さ控えめなんですけど ほのかな塩気がすごくこう甘さを引き立ててますよね。うん、まあ塩味は聞いてますから、ちょっとあのさっぱりした甘みなんで。そうですね。二つ三つと食べられるんですよ。一つってね。いは, <laughs> はいもう一つ <laughs> <laughs> 本当にそうなんです。えー、あとこのエンドウ豆ですか。はい、すごくこう<い>食感に変化がつくと言いますか。そうですね。が来ないですよね、はい。やっぱアクセントはちょっとあるんで、ね、うん赤いエンドウ豆はい実際に。 受賞を受けて反応だったり反響だったりお店の変化っていうのはありましたまあ受賞した当時はもう本当にね東北の,の方からもいっぱいお客様が来ていただいてじゃあもう製造が追いつかないぐらいだったんじゃないですかそうですね、はい、まあ毎日よく作りましたねそうですかみずからが富岡昭和会の会長も務める鈴木さん ガチ山金賞の受賞は商店街にとってどのような効果をもたらしたのでしょうか商店街どこもかしくも今は、まあ、商店街疲弊している商店街が多いんですけどもなんかやっぱりそこの光が当たったということがねあのすごく嬉しくてあの今回も今年もガチハンバー,ガチハンバーグが、はい、2店舗出てるんですけども。 やっぱりあの結束力は私,私も結構大福,こ大福で応援していただいたんですが、うん、あのそ,そういう応援商店街の結束のためにはすごく役に立ってるなとありがたいありがたい催し物だなというのが分,分かりました、うん、2012年の横浜ナンバーワン頂点を極めた豆大福をぜひご堪能ください。 これまでご紹介してきた通り、受賞すれば、店だけでなく、商店街全体の活気を申し上げる。ガチシリーズ。いよいよ、今年のテーマ、ガチハンバーグのタイトル獲得点の発表です。四十七商品、有効投票数七千九票。果たして、栄冠に輝いたのは。ガチハンバーグ、同賞に輝いたのは、ご覧の五つの商品。中でも。 浜マナビが注目したのは神奈川区六角橋商店街連合会モダンジャパニーズダイニング六角橋の自然庶ハンバーグ昭和の面影を残すレトロな商店街六角橋商店街連合会生鮮食品から飲食、雑貨と幅広い業種のお店が並んでいる横浜を代表する商店街の一つです同賞を獲得したのは 2017年にオープンした揚げ物を美味しくヘルシーに楽しめるお店六角銅賞を受賞したのは特製の醤油で下味をつけた自然薯を練り込んだ自然薯ハンバーグパテを一度素揚げしてから焼き自然薯ソースでいただく新感覚のハンバーグです。 はいお待たせしましたはい自然薯ハンバーグですねああこちらが自然薯ハンバーグ上に本当に自然薯のとろろが乗っているんですねちょっとこう外もなんかカリカっとした雰囲気ですねそうですねまあ一度開けているので外がカリッとしてるんですけど中にも自然薯を練り込んでるんで実際お箸で食べていただくんですけどふわっとした食感になりますねそれではいただきます 外は本当にカリカリサクサクっとしてるんですが、はいはい、中がふわっふわで,、はい、で上に自然薯のとろろも乗っているのですごく口当たりが滑らかですね,ですね、はい、美味しいこう受賞の理由っていうのはどのあたりだったと思いますか、うん、やっぱりこう他が使ってない自然薯を使って出してきてるっていうのとって、うんはい、いうのが多分一番大きかったのかなと思いますね<ー>、はい、珍しくてなおかつ ちゃんとこう美味しささもしっかり追求されてるっていうのが素晴らしいで、すね見事、同賞に輝いたユニークな発想の自然薯ハンバーグ、ぜひご賞味ください。ガチハンバーグ、続いて、銀賞に輝いたのはご覧の3商品。中でも、はまなびが注目したのは、ほのがやく和田町商店街、糖質制限カフェバー、ウィスタリアのヘルシーハンバーグ。 相鉄線和田町駅を降り、片平川を渡ると1953年から続く和田町商店街の入り口。地域活性化のために最寄りの横浜国立大学と連携し、さまざまなイベントや企画を開催するなどユニークな取り組みで知られる商店街です。銀賞を獲得したのは食べても飲んでも太りにくくダイエット中でも気軽に入れるお店を目指しているという。 糖質制限カフェバーウィスタリア銀賞を受賞したヘルシーハンバーグはパテの半分におからを使うことで低カロリー低糖質になっているハンバーグ低カロリーとはいえおからにスパイスを練り込むなどさまざまな工夫で味はしっかりハンバーグダイエット中の人に優しいハンバーグですお待たたせしました失礼しまま失礼すはいこちらが。 ガチャンバーグ銀賞を受賞したヘルシーーハンバーグこちらのお店のその糖質制限とか、はい、ヘルシーっていう言葉から想像つかないぐらいチーズもたっぷりで結構食べ応えありそうに見えるんですけれども中のパテをだいぶ工夫してカロリーを減らしているので、えーえー、あのチーズとかはちょっとのせられるような感じになっていますね すごくふんわりしてて、おからが結構入ってるってことなんですけど、はい、言われないとおからって分からないくらい全面的に肉感がありますねすね。ね、はい。そうでおからはどうしてもちょっとおから臭かったりとかっていうのがあるので、はい、あのスパイスをかなり練り込んだりとか、はい、独自の工夫をして、はい、おから感を消す方向で作ってはいます。見事。はいはい 銀賞を獲得されたっていううのはどうですか、はい、実際それを聞いた時はいやあの普通のハンバーグまあ例えば黒毛和牛であったりとか、うん、もうとってもいいお肉を使ったようなハンバーグではないのでうちのハンバーグはあのそれなのにちゃんと賞をいただけたっていうことが本当に嬉しかったですねちなみに、はい、実はお店の中入った瞬間にもう本当に生まれたばかりの赤ちゃんがいらっしゃって、ね、<laughs> まさにね受賞と。 出産で、はい、ダブルのおめでたですねはいありがとうございますガチハンバーグ銀賞を受賞した低カロリーのヘルシーハンバーグカロリーを気にしているあなたぜひご堪能ください続いてはいよいよハエある金賞の発表横浜のナンバーワンを決めるビッグタイトルガチでうまい横浜の商店街ハンバーグナンバーワン決定戦ガチハンバーグの頂点に輝いたのは 昨年のガチチャーハンで銀賞を取ったお店なんですが店主さんがどうしてもやっぱ金賞を取りたいということで再度ハンバーグで金を見事に取れたということであの台湾料理屋さんですけどよそにないハンバーグを作って他の店を制覇したということで見事に金賞に輝いたおいしいハンバーグです。今年行われたハハンンバババーーググトルガチハンバーグ エントリー47商品の中から見事金賞を獲得したのは金曜の金曜曜のバーグです。やってきたのは西区戸部大通商店街創立は年。古い町並みとマンションなどの新しい町並みが共存していますみなとみらい地区のすぐ隣にありながらどこか懐かしさを感じさせる商店街です 金賞を獲得したのは、昨年のガチチャーハン銀賞受賞に続き、2年連続で入賞を果たした、中華台湾料理店、金陽。本場、台湾で修行をした後、横浜中華街でも腕を振るい、18年前に独立した腕利きの料理人、林仙金さんのお店です。並みいる洋食のの名店店を抑え、横浜の商店街ナンンバーワに輝いた 中華台湾料理店金曜バーグのお味はさあいよいよ今年の横浜ナンバーワンハンバーグのお目見えです私もプロのアナウンサーとして敬意を持って真剣勝負で相対したいと思いますそれではご主人よろしくお願いしますさあガチャンバーグチャンピオン 金曜バーグの登場です食欲を刺激するジュージュというこのサウンドそして圧倒的な存在感ご覧くださいこのサイズまさにスーパーヘビー級でありますそしていよいよ波いる強敵を打ち破って頂点に立ったこの金曜バーグにナイフが入ります肉厚そして柔らかい中を開くとほとばしる肉汁 ひき肉は柔らかくふんわりの食感でありながら人参やれんこんなど数種類の野菜を練り込んで歯応えも演出酸味と辛みが特徴のソースも台湾料理のノウハウが生かされています腕利きのベテラン料理人ならではの一品ですさあそれでは最初の一口がいよいよ私の口の中に放り込まれようとしているいただきます まずはジューシーなうまみの先制パンチ台湾料理店のハンバーグという新境地の中で肉のうまみロゴロとした野菜の食感そして酸味の効いたソースまさに一種格闘技のごとく口の中で暴れ回っておりますこれはうまいうますぎるガチでうますぎるいやおいしかったです,すさすが金賞受賞 こちらに去年のガチチャーハンの銀賞の盾があるんですけれども、はい、去年銀賞、はい、だから今年は金賞を目指したというところがやはりあるんですかやっぱり去年のチャーハンうちは本当このこの去年のチャーハンすごく評版が良かったんですけどね、うん、でも金賞取られて金賞を狙うためにね一生懸命研究してこういう。 美味しいハンバーグができるという形になったなるんですけど実際に去年のリベンジを果たして金賞というのが発表された時はどんなお気持ちだったんですか、うん、嬉しかった、うんうん、とっても嬉しかった <laughs> 2年連続の入賞に渡部大通り商店会の大塚会長は金曜さんがそのガチシリーズで優勝したということで、うん、まあ 企業さんに核になってもらって、うん、でお客さんがどん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 来ていただければ、うん、うちの商店街としても嬉しいなと思いますね。うん、今回一つね金賞この勲章をいただきましたけれども、はい、今後の目標ありましたら教えてください。やっぱり料理屋としてもっとねいい料理、うん、美味しい料理をお客さん提供できるように、はい、それでその目標として。 もともと頑張りたいと思います。素晴らしいですね。す銀賞、金賞に輝いともさらにまだ前を見て進んでいくということですね。どうですね。はい。ます。ありがとうございました。ハンバーグの概念を打ち破る台湾料理の技法を余すことなく使い見事横浜ナンバーワンに輝いた金曜バーグ。個数限定なので訪れる際にはお早めに。 さて今回のハマナビは横浜の商店街グルメの頂点を決める戦いガチシリーズを特集してまいりましたどれも工夫が凝らされた個性派揃いそしてもちろんガチでうまかったです参加者主催者双方から商店街を盛り上げようという強い思いも感じることができました皆さんもぜひガチンコバトルを勝ち抜いた一品の数々ぜひご賞味ください